お、噂の特別編入隊員か。ちょうどよかった。これから3人1組で参加する訓練があるんだが、一緒にどうだ。え、何のことだよ突然。3人1組の訓練って？女子との海洋訓練、砂浜でろ特別フラッグ戦だ。特別スペシャルな訓練ってことか。それに砂浜ということは、もしかしなくても水着。ほらほら、こっちこっち、張り切っちゃおうかな。輝くわよボーイズ。もうそんなに見ないで、なんか恥ずかしいな。ブレン？先輩君、行くぞ特別。おお威勢がいいな。これは心強い。よし、水着の特別訓練だ。行くぞ先輩君。僕は。照れるな照れるな。いや、なかなかどうせ突入盛りだな先輩君も。決定、よろしく頼むなお二人さん。勝手に、もうしょうがないな。とにかく行くぞ先輩くん。キラキラ輝く砂浜が俺たちを待ってるぜ。共に鍛えよう。行くぜ。ボーイズ、フラッグ防衛の訓練を始めるわよ。ガールズからフラッグを守りなさい。あれ、ディアナ教官、水着じゃないんですか？なぜ？どういうことかしら？それは女子と砂浜で特別訓練と聞いたので。確かに伝えました。マックス、それを言うと勘違いするおバカさんが出るじゃない。ボーイ、砂浜で訓練するだけ。勘違いよ。残念だったわね。そんなことだろうと思った。ゴー、俺たちの夏が終わった。なんかモヤモヤする。始めようか。あれ、水着なの？言わないでくれ。動きに差が出るぞ。どうだ女子、お前はいいか。そんな格好じゃ怪我するよ。もう捨てる。そうだよね、心が怪我してるよね。男子たち意外と強い。水着効果とかまさかね。絶対か。研ぎ澄まされるエクスターマル、最高だ。だからお前はいいか。ブレ、分かるよ。すごく女子たちに次ぐ空が青いのはなぜか、太陽が眩しいのはなぜか、水着を輝かせるためだ。
強いわね。無駄な装備は脱ぎ捨てよ。共にエスズサーバルを研ぎ澄まそう。水着が見たいだけでしょ。何が悪い。望みは純粋なんだけどな。ガイルズの勝ちよ。夏が終わった。しまった。頑張ろう。決めてくぜ。ボーイズ、ブラックボーイの訓練を。あれ、なぜ。確かに伝えました。マックス、そんなことだろう。なんかモヤモヤする。始めようか。あれ、水着なの。言わないでくれ。動きに差が出るぞ。どうだ、よし。お前はいいか。そんな格好じゃ怪我するよ。もう捨てる。そうだよね、心が怪我してるよね。男子たち意外と強い。水着効果とか。まさかね。絶対勝つ。研ぎ澄まされるエクスターバル、最高だ。だからお前はいいか。ブレ、わかるよ、すごく。女子たちに告ぐ。空が青いのはなぜか。太陽が眩しいのはなぜか。水着を輝かせるためだ。そう、今からでも遅くない。水着見たさとはいえ強いわね。無駄な装備は脱ぎ捨てよ。ぶち込む。共にエスプサーマルを研ぎ澄まそう。水着が見たいだけでしょ。何が悪い。望みは純粋なんだけどな。怒りから来るエクスターマルだからな。絶対に勝つ。
ング。ボーイズの勝ちよ。どうだ、夏は終わらない。一番星だ。さて、残りは海で自由時間。お、夏が始まると言いたいところだけど、訓練でふざけすぎね。撤収よ。ねえ、そんな。ダラダラしないで撤収。はい。エクストルーパーズ。